安倍首相、EPA 早期成立呼びかけ、OECD 閣僚理事会。安倍晋三首相は6日午前、日本時間6日午後、パリで開かれる経済協力開発機構、OECD 閣僚理事会で演説する。首相は基本的な価値を共有する国々と、公正なルールの下で競争が確保される大きな経済圏を作り上げる、と強調。日本と欧州連合、EU、との経済連携協定、EPA、を、一日も早く成立させるべきだ、と訴え、欧州から日本への投資促進を呼びかける。これに関連し、環太平洋パートナーシップ協定、TPP、交渉について、首相は先の日米首脳会談を踏まえ、最終局面にある、と指摘。日米が協力し、早期妥結に向けて交渉をさらに加速する、と述べる。その上で、多角的な EPA 交渉を進めるのは、単に関税を撤廃するためだけでなく、新たな経済秩序を構築したいとの思いからだ、と意義を説明する。首相はまた、日本は少子高齢化の課題に直面し、21世紀は人口減少の世紀になる、として、労働力の減少をロボット技術で克服する、新たな産業革命、の基本計画を早急にまとめ、6月に改定する政府の成長戦略に盛り込む方針を明らかにする。さらに、2020年までに社会の指導的地位の3割を女性が占めるようにするため、ワーク、ライフ、バランス、仕事と家庭の両立、を考慮した労働制度の見直しに取り組むと述べる。また、政府主導による大胆な規制改革への意欲を改めて表明。法人税の実効税率引き下げを念頭に、さらなる法人税改革を進める、と約束する。毎日新聞、2014年5月6日。私の改革リストのトップに来るアジェンダ、それは世界の経済パートナーとの EPA 交渉を加速することです。世界最強のシンクタンク OECD が今後急成長を見込むのがアジア太平洋地域、日本はもはやファーイーストではありません。まさにセンターオブパシフィックリージョン、その地理的なメリットを生かさないではありません。私は昨年、ASEAN10 カ国すべてを訪問し、年末には ASEAN 首脳を日本に招待し、互いの絆を深めました。振り返れば、7年前、日本と ASEAN の EPA 交渉で大筋合意したのは、私が総理大臣の時であり、オーストラリアとは先月、EPA で大筋合意しました。そしてアジア太平洋に一つの大きな経済圏を作る TPP 交渉も最終局面にあります。日本とアメリカが協力して12カ国全体の総理締結に向けて交渉をさらに加速させてまいります。ヨーロッパの皆さん、成長するアジア、投資をお考えであれば、どうぞ日本に。豊かな自然、おいしい水やきれいな空気、欧州にも負けないパウダースノーのスキー場もあります。もし皆さんの投資意欲をすぐ何かが見つかれば、すぐに私に教えてください。いかなる難番も、私のドリルの前には無傷ではありません。アジア太平洋に生まれつつある大きな経済圏、そのゲートウェイは日本です。